岡山市東区上道地区、丸山公園内にある、有本放水の死費、有本放水の過費、有本放水三月三日から九百七十六年一月二十一日は、日本の詩人、歌人である。本田勘之助、八百八十六年三月三日、兵庫県職西法律田村生まれ、岡山市の関西中学校に入学、在学中から試作をし、同人雑誌、 発行に参加する。上京し、早稲田大学高等師範部を卒業後、実業の日本社に入り、日本少年主筆として活躍した。1905年大和子社に入り、和歌山牧水、正富大洋らと作家。鈴木田久金、与佐野鉄管、秋子らの先進を警護しつつ、日本少年に迷子を発表した。少年誌は、少年の読者に愛称され、文学者に、 多くの影響を与えた。1913年4月、岡山県上道軍、浮田村北方の維持利達五郎、林夫妻の長女、清子と結婚。龍五郎は1911年に、日比商業学校を創設するなど、岡山県の教育界に貢献した人である。日本少年第14巻第8号を最後に、宝水は、実業の日本の編集に従事することになった。 日本少年を知りいてもその史上へは作品をたびたび載せていたが多忙のため試作からは全く遠ざかり実業の日本編集長同社取締役を経て1941年退社したホース一周旅人古郷悲しき笛など実業の日本社より出版ホース一周は竹久夢二の想定総画であり仕事を通じて友情が長く続いた 岡山駅15は、岡山の短大、大学に出向し、後に、岡山昇華大学名誉教授となった。夫人と、次男和ズに囲まれ悠々自適の生活を送っていたが、1945年春、夫人の成果に疎開し、代々木の家を空襲で焼かれ、そのまま上道具城道町北方、現在の岡山市東区城道北方を永住の地とした。1945年の春、 上東町北方の夫人の成果に疎開したのをきっかけに上東町に今日移した。その後木美学園の講師となり、岡山商科大学、岡大などで講師をしているうちに、米則監視がなくなったのをきっかけに、自分も北方で眠りたいと決意した。姫路生まれの法水は、第二の故郷として上東町北方を永住の地と決めた。 1961年10月27日、場所は上東町公民館北側の丸山の松林の中に放水の指揮が作られた。姫路信用金庫の運営する姫新文化会が地元出身の詩人ということで、有本放水の名を冠した子供の歌のコンクールと賞を制定。毎年姫路市内の小学生を選出。ありがとうございます。